今日のドライブはですね、どこだと思いますか？この絵面で分かる人はもうここを常に利用している人でないとちょっと分かんないと思いますね。分かりましたか？まあ、ほとんどの人が分からんでしょうね。冷水峠って呼ばれる、昔からある、道路のちょうど途中、ちょうどっていうことないか、途中からの、スタートになりましたけども、桜島がね、霞んで見えるっていう感じですね。はい。なぞなぞみたいでいいですね。ここはどこけえどこけえっつって冷水峠っちどこけえとかですよ。そういうのも含めて。という私もついこの間まではもうどこがどうなってんのか分かりませんでしたからね。この辺りになるとだんだん上がってくるのかな。あ、まだ分かんないな。このアングルから少なくとも私の動画ではですよ。私の動画を見て、鹿児島を、あ、ここはもうちょっと前だ。鹿児島の道を覚えようとしたれる方はまだわかんないと思いますね、ここでもね。はい。ここは何町になるのかな？あ、下辰雄町って左にはバス停のあれに看板というか時刻表に書いてありました。だけど左側がそうだからといって右側の道路の右側がそうだっていうこともないですもんね。こっからですね、ここ立馬場っていうところですけど左に行きます。そして次を右折。そしてですね、次の信号を左折。ここは大竜小学校ですね。この前、新規の登録者から、コメントをいただいたときに、その方がここの出身者で、ここ、ノーベル賞をもらった赤崎さんっていう博士が、ここの出身者らしいです。今度はアングルは初めてですよね。逆方向からですからね。ここを右に行きます。ああ、逆方向から来るとまた違うな。ここをまっすぐ行きます。面白い話題がないかなと思いながらこうしてるんですけどね。面白いにもあれがありますからね、いろんな。まあ一番のあれは自分が面白いと思ったことを話すっていうのがいいんでしょうけど、左行きましょうかね。ここ行けんのけ。あれ？あ、ここはこの前通った？あそこだ。はい。この前通りましたよ、ここね。ということは、ここから左行きましょうね。
いつだったっけ、2ヶ月前にならないんですよね、清水小学校を取ったのは。あの時はあの向こうに中学、幼稚園生がいる、園児生がいる。これちょっと待ちましょうね。もう園児がいるから左に行きましょうね。園児じゃないよ、小学生かな。園児だな。もうね、やっぱりね、あの清水小学校を横を通るつもりだったんですけど、ごめんなさいね、こういう事情ですので。あれで、こっちをここを曲がれば土下座だったっけ。また一緒か。また清水小学校は次行きますね、またね。ここを行って左に行きましょうね。思い出したけど、ここ左に行けるんじゃないけ。ね、一方通行を確かね、最初ね、今そこの信号で待ってる間に清水小学校を探した時に確か一方通行があった、立ち行けと思って思い出したところはここです。おお、ここやら。だけど学校が出てきませんね。ああ、出てこない。要するに、ああ、隣接はしてないんだ。そうなの？こうなるとなんか向きになりますよね。サイガモが、小学校の横を通りたくなりますよね。サイガモがっていうのはですね、どうしてもっていう感じですよ。よし、通ります。はい。あ、カメラをね、振りたいな。あ、さっきの子供たちが今、そこの信号を渡ったところだ。またあそこを接すると、また邪魔することになりますよね。ほんじゃ、もう一つ向こうに行って右折しましょうかね。いや、何をそんなに。こっちに右折、左折にこだわってんのって思うかもしれないけど、あのほら、昔、そこ中央線のところは、電車が通ってたんですよ。市電が。で、その、行き止まり。参ってみましょうね。右折ができるはずだと思うけど。トゥールルル。トゥールルルッチ。はい、右折したいんですけど、いいですか。すいませんね、残ってまーす。ありがとうございます。はい、ですからその昔の電車道路を、まあ15線下ればそうなんだけども、いわゆる昔の電車線路の跡を今通ってますっていう、それがあっての、 あの15線を走るのと、何も言わずに走るのとすると違うでしょう。やっぱり、ああ、やっぱこの人は昭和22年生まれだよって。ありがとうございます。とこを見せたいわけじゃないんだけど、やっぱりこの時代の違いっていうの、あそこ電車が走ってたのっていう、あ、そうよ、知らないのってやつ、別に自慢じゃないんだけど、ここを右折します。
どの辺が終点の、電車の終点だったかわからない。あ、もうちょっと後ろかもね。もうちょっと、鳥越トンネル側だったと思うんですけどね。もう曲がったもんな、しょうがないですもんね。要するに、ここあたりに電車線路が走ってたわけ。いや、電車線路があって、電車が走ってたわけですよね。まあ、そういう風な、あれで見ると、またここあたりを通るときに、昔ここあたり電車が通っただった。通っちゃったタッチっていう話になりますよね。はい、この右側に行っておきますね。右折するところで、時々入れない時ありますからね。車がこう並んだ時は、ここはまっすぐですね。ずーっと電車の線路はこっちの、今軽自動車がウインカー出してますでしょう。こっち今の進入禁止の丸にマイナスのあれがある、あそこの方に、線路がありましたからね。すっげえ長い間信号待ちでした。信号待ちでしたよ。はい、この辺がね、柳町だから、電車が通ってた頃は柳町とか立場とか岩崎谷とかいう、そういう名前はいわゆる野球で言ったらクリーンナップだったですからね。クリーンナップというか先発メンバーじゃないな、レギュラーメンバーですね。だけどもう電車がこう通らなくなってから、立て場なんかほとんど聞かないんじゃないかな。さっき言いましたかね、そう、これから向こう、確かここは永田町電停だったと思うけど、ここは左折しかでけんっていう感じですね。左折レーンに入ってしまいましたね。もう左折レーンに入ったもんなしょうがないですから、一旦こう入ってですよ。あれ、まあ、まっすぐもできるのか。いや違う、もうしょうがないですもんね。これがもう人生というもんだって。だいたい私はこのタイプですから、もうしゃあねえってやつで、こっちへ行け中古やってたろうだいっていう風に切り替えることにしてますから。そういうならですよ、まっすぐ行きましょうかね。もうね、まっすぐ行って、こういう道の方がなんからしいですよ。ほら、こういう鹿児島市内、市内でもこういう陸橋の下をこうくぐるっていうのはあんまりないでしょ。はーい。んで、ここが JR の踏切ですね。JR。右がちょっと見えなかったと思うけど、長田中が右側ですね。次を左に行きましょうか。左折。はい、見えてきましたね。やっとつながりました。あれ、ここはあれですよ、まっすぐということは駅に行けるんでしょうけど、君子危うきに近寄らず、
もうこっちに曲がりましょう。もし今のあれがまっすぐだったとして、もうな、もうここ行きましょうね。はい、ここを通らせてください。最初の思惑とは全然違ってきましたね。太陽がある、太陽。ここを右折して、海域の方に、鹿児島駅の方に出ましょうかね。まあ、この動画は私はもう日々特訓コースで読んで、してるんですけども、あげますからね、あげるってアップしますからね。普通このレベルの、要するにうまくいかなかった思惑とですよ、っていうのが、なんかこう見てる側がなんか戸惑うんじゃないかなというのがあるもんですから。もう大体が没にしてたんですけど、まあ見たくない人はポッとも最初でチャンネルから離れるでしょうから。そしてまあこのストレートコースとかですよ、そういうのを選ばれるでしょうからね。まあというふうに自分は解釈しています。やっぱりこうなると、それじゃあ、ちょっとね、どれぐらいの長さになったかわかんないけど、そこの電車乗り場の駐車場のところで、あ、今日は上町屋に行こうというのが、あそこの電車の、あ、ここでね、電車来た。こういうのはもうカットしないようにしますからね。カンマチ屋に行きましょう。いや、カンマチ屋この前撮ったっけ、わからなくなった。もうほんとね、もう何度も言ってすいませんけど、没動画が結構あるんですよ。それで、こん前撮ったけ、撮らんかったけ、っていう風になってしまうもんですからね。やっぱりカンマチ屋でーす。カンマチ屋の違うアングルで止めたいですね。今車は来ないから、どう止めようか。あ、ここのドームを見ながら、桜島と一緒に、あー、ちょっとこれ。ということで、今回の動画はこれでお開きです。ありがとうございました。